なんで？おう、どうなったこれ。また三重県鈴鹿にあるムーディーズさんの方に行ってこようかな。トマト麺を食べにね行ってこようかなと思ってます。はい、長良川のね堤防を走っていきます。この先ね道の駅とかあるんですけども、まあ、そこではなくてコンビニでちょっと喉飴買ったのかな。ちょっと喉が痛い。ただいまね、千本松原を通り過ぎようとしております。立派な松ですね。松は何、風とかに強いのかな。よく防風林としてね使われる木って松が多いですよね。さあ、この右側がね、リビ川で、この左手がね、長良川で、なかなかね、景色の良い部分なんですよね、ここはね。今のバイク何だったの？ホンダの GB とかなんかそういうやつかな、まあ、ロイヤルエンフィールドとか。このね、数年より低く、これこれこれ、1度温度が変わるだけでもね、暑い寒いって分かりますよね。うつくん、橋の真ん中がね、もうサンサロンになってるってことで珍しい。さあ、気持ちいい道に行きますよ。四日市稲葉ポートライン、この道はね気持ちいいんすよ。Oh God!
チコンビナートですかね、これ。この辺りはね、アスファルトの匂い、石油の匂いっていうのかな、なんかしますしね、体にあまり良くないんじゃないかなって気がするんですけどね。雨が降ってきそう。もうちょっと持ってくれんかな。微妙やな。ここへ来て急にちょっと怪しくなってきたぞ。もう食べたらすぐ高速で使って帰っていくかな。この先通り抜けできません。なんですと勘弁してくれよ。おい、どうなっとんの。なんで、何やと。なんで。うん、どうなったこれ。びっくりした。びっくりしたわ。本当にびっくりした。ああ、びっくりした。こんなことってある？ありますもん、こんなこと。今ね、突然エンジン止まったんですよ。わかります？突然エンジンが止まったんです。エンジンが止まって何が起きたかっていうと、びっくりですよ。いいですか、バッテリーの端子が外れとるんですよ。こんなことってある？いや、最初ね、ヒューズを疑ったんですけど、ヒューズどこも切れてなくて、で、いろいろ触ってったら、なんかバッテリーの端子のプラス端子のカバーが焦げとるんですよ。あれ？と思って、おかしいなと思って、なんだろうって見たら、これどんとる、そしたらメインハーネスがバッテリーから外れとるんですよ。こんなことある？まあ、よう見つけたわ自分。びっくりした。よいしょ。いやー、よかったな、思って。
ずね、ヌーディーズさんでいつものトマト麺のハーフセットをいただいてきたんですけども、もうね、全然もう食った感なしっていうかね、もう大変、もうこんなに慌てたことはないね。何しろ走っとって急にエンジンが止まるなんて初めてだもんね。びっくりしましたわ。いやーでもね、よくぞたどり着いたな俺。なんとなく、まあ、電気系統であることは間違いない ないなと思ったんですよ。でまずはね、ヒューズを疑ってみたんですけど、一応メインヒューズだとかそういったところは損傷してなくて、じゃあっていうことでいろいろ見ていこうと思ったときに、そういえば今日出てくるときにバッテリーの充電、いつも充電してるんですけど、そのバッテリーの充電器の方でなんかエラーが出てたような気がしたんですよね。でひょっとしてと思って、バッテリーのとこね、あのトレイを開けてバッテリーを見てみたら、端子のプラスの端子カバーが焦げてたんですよ。あれと思って、もしかしてと思って中見たら、メインハーネスがバッテリーから外れてる、ネジ閉まってないじゃん、あれあれあれと思って、で見ていったら、なくなったはずの USB のカバーだとかも下から出てきて、これはと思ってね。で直してみて、でメインスイッチオンにしたらちゃんと起動しましたね。過去最大級の焦りやなこれ。いやーよかった、こんなね鈴鹿まで来てねバイク壊れるなんて思ってもなかったもんね。よかった。まあでも早めに海が出せてよかったね。ちょ、現象としてはなんか突然ここら辺の警告と ABS とかなんかそこら辺がパカパカパカって光って点滅して、でその後シュンとね落ちちゃった。でその後もイグニッションをひねると、あのオンにはなるんだけどセルが回らない、あれあれあれと思ってて、あれは何だったのかな、コンデンサーかなんかに電圧が溜まってたのかな。あー焦った焦った。まあでもよかったね。焦りましたよ。すごい経験したな。はい、それじゃあね、まあ、本日の動画は一応ここまでになります、皆さんどうもご視聴ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。さようなら。